はい、皆さんこんにちは。デメラに聞きたいコーナーということで今日もやってまいります。専門家のデメさん、よろしくお願いいたします。お願いします。寝起きですか？専門家です。専門家がだいぶ浸透してきたみたいで、もう専門家に聞きたいという声がたくさん届いておりましてですね、今もう1ヶ月以上待ちですから質問したところで、ありがとうございます、ね、はいはい、ということでまだまだ質問受付中でございます。 QR コードか、YouTube のコメントまで入れていただければ質問に随時答えていこうと。ただ急ぎの用事はあれですよ、お店に聞いてくださいこの在庫ありますか、1ヶ月後にその時はあったんじゃないですかねって答えるしかなくなっちゃいますからね。うん、そうだね、今ないですとか今ありますとか言えるかもしれないけど、ということで、今回また、ご投稿いただきまして、有坂南部さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2人に聞きたいということで、私は近所にサバイバルゲームフィールドがなかったので実家の山を少し下草を刈ったりして、身内を呼んで簡易的なサバイバルゲームを行おうと思って、休日はムフフッと笑いを凝らしてかな、草刈り機をふかしています、はい、そこで質問ですが、個人間でサバイバルゲームをするにあたって注意する点はありますか？フィールドの設備やレギュレーション、トラブルに関してアドバイスいただければ幸いですということで、はいはいはい、はい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 、これは結構ね、千葉のもともとの、人たちこういうの多かったんですよね。自分の、まあ、いわゆる野良サバゲーとか ね山があって、そこをちょっと整地したらいいんじゃないかな、やれるんじゃないかなと思ったんですけど、はいはい、でやってる方は未だに多分いらっしゃいますね。で、まあ、千葉じゃなくても、まあ、各地も多分いると思うんですよね。多分ね、アドバイス的なことっていうよりも、なんかこれは気をつけた方がいいよっていうのは、収集がつかなくなるのが友達が友達を呼んできた時なんですよ。知り合いの友達の仲いい人でやってて、そうですね、はい、それでも友達の友達あれ誰っていう、これがね、案外トラブルの元なんです。まあ、そこで仲良くなればね、そう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 、まあ、いいことなんですけど、なんかね、まあ、後発で来た人が 100% じゃなくてね、これ後の人たちが意見を持ってるっていうか、強い意見を持っちゃった人で、何なんだよこれっていうのになると、とか、まあ元からルールがね、その人が違うルールを覚えてて、え、これじゃないの、これがね、でちょっと言い合いになっちゃったりとかっていうのはね、もちろんあると思うんですよね。共通ルールがないので、そのルールが違うとか、ヒット判定があの人甘くないって言って身内なはずなのになぜか敵になっていく。で、じゃあいいよもうで、その一番自分が仲良かった友達が逆に来づらくなっちゃったりとかするっていうのが起きやすいのは一つ、経験でありますね。あいつ呼ぶと あそこら辺のグループ来るからやめようぜみたいな気持ちが出ちゃうんだよね。出ちゃうんだよねすごい、まあ、そういうことはないに越したことはないんですけどね。まあありますよね、人間だからね。人間だからね、いろんな人が来るとやっぱり、集まりすぎちゃうといろんな問題がまたね。デメリューも何回もね、いろんなトラブルを乗り越え今にいますけど、人が増えればそれだけ意見が増えますから、必ず何かしらね。ありましたかね、分かんないですけど、まあ、何人か死んでる人間もいるかもしれませんけどね。金山に行っちゃったやつがいるでしょ、あれもなかなか、ね、徳川埋蔵金探しに行っちゃったやつね。そうそう、名前忘れちゃったけどね、ああいうやつがいたりとかするでしょ。だからいろいろな出会い別れは繰り返してやっていくんですけど、大元がぶれなければ続けられると思うんですよね。大元がもうめんどくさいやって思っちゃうと続けにくくなるんですけど、そうやって仲間内でバーベキュー、まあ、仕切る人の技量が試されるところだってことですね。そう、有坂南部さんが本当こう、ああやってあげたいな、自分も楽しみたいなと思ってるうちは全然こう気持ちよく遊べると思うんですけど、ちょっと複雑になってきたな、めんどくさいなと思うと、この有志だけでやるというのがちょっと難しくなっちゃうのが注意点、ね。まあ、本当限られた人だけでやる分にはね、問題はないのかなと思いますけど。そう、ね、無料でやってるからこそ、なんていうかね、こう揉め言いたいことを言う人の中にいるんですけど、で設備とかあるじゃないですか。この設備は俺は単純に言うと、トイレだけしっかり、トイレだけあると安心して遊べるかなと、森の中に行って、まあ、ちょっと場所がね、どういうところなのか分かんないですけど、国道に面してね、もう下水道ね、上下水道バッチし電気もすぐ引けますみたいなとこだったら超楽ですけど、もう山の中でね、全然公道まで何十メーター何百メーターもあるんだっていうところだと、これがね、公道まで引いてくれるんですけどね、
あの私有地になると実費負担とかね言われるところもあるんで、うん、まあ、この辺はちょっといろんな交渉が必要だったりしますけど、まあ、あとね近所にね人がいるとそれが何やってんのあれはって言われるんで、うん、ご近所がね離れてれば全然問題ないんですけど、近くに畑仕事しに来る人がいたりとか、なんかこう山菜取りに来る人がいたりとかなるとちょっと揉めちゃう。昔はねフィールド限界、今のフィールドさんってしっかりブルーネットで覆われちゃってるから、うん、まず一般の人は入ってこないんだけど、昔のサバゲーフィールドってまあスズランテープみたいなのでさ仕切ってたね、仕切ってただけじゃないの、うん、教会は。そうすると山菜取りの人入ってくるんだよね。そうだね、よくあったね。なんだこのテープあって切っちゃう人もいますからね山菜取りの人がいきなり現れてピーピーちょっと一回中止一回中止打たないで、ね、あったね、っていうのはねよくありましたから、これ地域によっては山菜取り、まあ、もしくはクマとか、うん、ハブとかが出てくるとかね、ね、いうところもありますから、気をつけてもらえればと思います。まあ、そういうところが、うん、アドバイスとしてはあるのかなと、まあ、参考にしていただければいいかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。